過去の記憶を封印し、3年ごとにリセットすることにしたのだ。有事の際には再び00ナンバーサイボーグを束ねるリーダーとなってもらうためにな。ブル入りしているし、グレートはイギリス諜報部との折り合いがつき次第合流する。フランソワーズ、専用回線を使ってアメリカ国防総省に連絡。ジョーの言う通り、私もアメリカ政府は緊急の対応を迫られていると思います。ここは私たちも。博士、ミサイルが搭載されていたのか。じゃあ電磁波の影響で。大変なことになったあるな。ヒューマは？グレートとも連絡がつかない状態になっています。なぜ？それはテレポートしろということかな。今度は002からの脳波通信。ギルモア博士、先ほどアメリカ海軍の原子力潜水艦が彼の声に従って人類をやり直すとの交信を最後に消息を絶った。博士、ジョーはあの時私に、僕はジェットが敵だとは思えないと言ってわざと博士に銃を向けドバイに行ったんです。昔の仲間を信じるために。彼の声に従ってパイロットを支援すると言ったのもジェットの潔白を晴らすためです。ジョーはいつだって私たちの信じる正義をなそうと戦って。ジョー、心配を、作戦をお願いします。